いい？大丈夫？飯田社長、あやめ、結婚おめでとうございます。京香は今何を作ってるんですか？あ、これあやめの送別会のための装飾を作っています。いいね。それじゃああやめとの思い出を喋ってもらっていいかな？あ、そうね。私たち入社の時からずっと一緒じゃん。かれこれもう10年近い付き合いになるんだよ。てか覚えてる？出会ってすぐの時、まだそんなに仲良くもないのに、夜中突然あやめからカラオケに誘われてさ、地獄の空気になっちゃったよね。ほら、ラブソング NG とか言い出して。あった謎の縛り。ラブソング NG にすると歌える歌なくなるもんね。そう、それあやめが先輩に振られたからって私たち朝まで付き合わされたんだよ。あったあった、うん、でもそんなあやめがついに結婚だよ。しかもうちの会社の飯田社長との玉の輿婚。ちょっと、玉の輿って言い方、音声入っちゃってるよ。大丈夫、どうせ編集するから。そうなんだ、ならいっか。でも実際さ、初めの頃みんな飯田社長のこと狙ってたよね。そしたらあやめとみおが私たちの誰が付き合っても恨みっこなしで応援するって社長のファンクラブまで作っちゃったじゃん。そう考えたらあやめって結構作詞だよね。それはないんじゃない？あの時飯田社長彼女いたから。え、そうなの？さすが会員番号3番。でも実際あやめの結婚報告聞いた時どう思った？私まあまあ相談に乗ってたからさ、本当に嬉しかった。これでやっと一つ悩みの種が消えました。うん、そうだね。京香は結婚とか考えてないの？私は別れたばっかだし、しばらくはないかな。許せないでしょ、浮気するような男。ついこの間まで韓国旅行の思い出話してたのに。やめて、もう顔も思い出したくない。私の前からいなくなってくれてありがとうって感じ。てか私の話はどうでもいいのよ。もっと聞きたいけどな。よし、もう一踏ん張りしますか。最後にさ、あやめへのメッセージを一言ちょうだい。話それちゃったからさ。オッケー。あやめ、何かあったらすぐに連絡するんだよ。本当に結婚おめでとう、この幸せ者が。はい、オッケー。じゃあ次私撮るからカメラ貸して。あやちゃん、飯田社長、結婚本当におめでとう。ところでみおは何をしてるんですか？はい、私はこれを作ってました。おお、いいね。あやめとの一番の思い出は何ですか？決めらんないよ、ありすぎて。じゃあ一番最悪な思い出は？あやちゃんさ、取ったんだよね、私が大事にしてたもの。マジでありえない。え、私が7時間並んでやっとの思いで買ったシューマロンクリーム、我慢できなかったとか言って。ひどいそれ。でもその後すぐにシューマロンケーキ買ってきてくれたの、しかもホールで。いい思い出あるじゃん。もともとさ、私って転職組じゃん。私が仕事できなかったせいなんだけど、前の職場で全然人間関係うまくいかなくって、その時にあやちゃんが声かけてくれたの。あの時は救われたな。本当に辞めてよかったよね、前の仕事。うん、本当に辞めてよかった。ちなみに飯田社長がもし浮気したら美桜はどうする？もしそうなったら、私社長のこと許せない。人として最低だと思う、浮気するなんて。でもそんなことする人じゃないと思うけどね。だよね、うん、じゃあ美桜から見て社長ってどんな人なの？今だから言える話なんだけど、実は私社長に告白したことあるんだよね。え、嘘。だっ
って社長が誰を選んでも恨みっこなしだからねってみんなで約束したじゃん。でもあやめはそのこと知ってるの？うん、多分知ってると思うよ。でも結果はご覧の通りダメでした。その時は付き合ってる人がいたみたい。今思えばその相手ってあやちゃんだったのかなって。今はもう大丈夫なの？うん、なんとも思ってないよ。むしろ大好きな2人が結婚するんだから嬉しい。飯田社長、浮気してあやちゃんのこと泣かしたら絶対許さないかんね。そっか。じゃあ最後に結婚するあやめに一言お願いします。あやちゃん、今までいっぱい助けてくれてありがとう。もし何かあったら次は私が助けるから、いつでも相談してね。結婚おめでとう。末永くお幸せに。ねえ、本当にこれで大丈夫？早くしないとあやちゃん来ちゃうよ。あー、ごめんごめん。せーの、結婚おめでとう。待って、あやちゃん泣くの早くない？じゃーん、すごい綺麗。じゃーん、わー、ありがとう。これ飾り付けも全部みんなで作りました。ありがとう。ねえ、これも見て。何みんなで作ったの。すごい、こんな動画も作ってくれたの。いい、大丈夫。飯田社長、あやめ、結婚おめでとうございます。あやちゃん、飯田社長、結婚本当におめでとう。てか覚えてる？出会ってすぐの時、まだそんなに仲良くもないのに夜中突然あやめからカラオケに誘われてさ、地獄の空気になっちゃったよね。取ったんだよね、私が大事にしてたもの。マジでありえない。本当にやめてよかった。これでやっと一つ悩みの種が消えました。あやめ、待って、違う違うよ、あやちゃん、私たちこんなの取った覚えない。許せないでしょ、浮気するような男。私社長のこと許せない。人として最低だと思う、浮気するなんて。やめて、もう顔も思い出したくない。私の前からいなくなってくれてありがとうって感じ。あやめ、嘘だからね、思ってないからね。私たちがそんなこと言うはずないもん。寝そうでしょ、あやちゃん。なんでこんなことするの？私たちがわざわざこんなことするわけないじゃん。じゃあこの動画は？ちょっとさゆり、あんたでしょ。どういうつもりよ。何さゆりのせいにしてるの？実際あんたたちが言ってるんじゃん。やっぱりそうなんだ、私が社長と結婚したから。どういうこと？だってみんな狙ってたじゃない。社長に選ばれた私がそんなに気に入らないわけ？なんでそうなんの？だってそうでしょ、それしか考えられないじゃない。彼と結婚して玉の輿に乗った私が許せないんでしょ。そんなこと思うはずない。確かに最初はみんな社長のこと狙ってたし、ファンクラブなんて作ったりしたけど、私たち4人で決めたじゃん、誰が付き合っても恨みっこなし、応援するって。そうだよ、私たちは社長のことも大好きだし、あやちゃんのことも大好きだよ。よくそんなこと言えるね。彼のことこんな風に言っといてさ。っていうか浮気したのってあんたじゃないの？だからあれは、そもそもこの動画以前に彼と誰かこそこそ会ってるの知ってるから。なんでそんなこと言うの？私たち友達でしょ。友達？こんなことしといて何が友達？ちょっと、せっかく作ったのに。友達だって関係なく浮気する人がこの中にいるんだよ。さゆり、
黙ってないで何か言いなよ。喧嘩はやめようよ。落ち着いてちゃんと話そう。ずっと嫌いだったの、京香のその上から目線も、美桜のすぐ女出してこびるところも。